日本の高校生が快挙を成し遂げました兵庫県の西宮市立西宮高校の生徒4人は数学の定理の新たな証明法を発見したとする論文を発表しましたそのタイトルは円に内接する多角形の中で正多角形が一番大きな面積を持つことの初等的証明です論文はオーストラリアの大学が発行する数学雑誌「パラボラ」に注目すべき論文として掲載されました まこれ決して何か新しい手入れを発見したというような類のものではないんですけれども、まあ、これまでですね、大学のレベルの知識がないと証明できないと思われていたようなものをもう高校生の知識だけで高校生たちが証明してみせたと、まあ、エレガントに証明したという内容になってきます、まあ、今回はその証明方法のポイントについて詳しく分かりやすくお伝えしていきます、まあ、ちなみにあの数式一切使わずに説明していきますのでご安心くださいでまあその会挙を成し遂げたのはこちらのメンバーです 今回は4人の高校生を代表して、田中陸人さん、そして指導担当の宮寺良平さんにインタビューしています。数学の研究で、もうこれが初めてで、そのしかもうまく結果が出るかどうかもわからない状態でずっと続けてたんで、ひとまずはもう安心できたというか、ほっとしてる感じです。 でまあ、田中さんらが証明した内容というのはですね、え例えば三角形の場合円の円周上にある3つの頂点を動かしていったとき三角形の面積が最大となるのはいつですかというと、まあ、辺の長さがすべて等しい正三角形のときですよとかですね、ま,あ、また例えば六角形のときも、まあ、面積が最大となるのは正六角形のときですよ。 というようよにですね、まあこれ昔から知られている定理でして、まあ、これ直感的にも非常にわかりやすい内容なんですけれども、まあそれが成り立つことを示せと言われたらこれ結構難しくてですね、まあ、例えばあの、の炎前の不等式とかですね、あと連続関数に関する最大値、最小値の定理とかですね、まあ、大学で学ぶような知識がないと証明厳しかったんですけれども、今回はそうした大学レベルの知識不要で証明したというような内容です。 でちなみにあの高校生たちがこの定理を証明するに至った経緯なんですけれどもあの最初からです、ね、この面積最大の定理を証明しようと思っていたわけではなくもともとは円周率 π の新しい求め方について研究していたそうです。 あの円周率というと π=3.14159 とまあ小数点が無限に続くはずなんですけれどもまあ今やスパコンの力を使ってですね小数点のなんと100兆桁まで求まっているそうなんですがまあこの円周率の値をいかに求めるかというのはですねまあ人類が1000年にわたって挑戦してきたまあビッグテーマなんですねでまあ最もシンプルな方法というのは円と多角形の面積これを比較するという方法でしてえ例えば半径が1の円に内接する正六角形を考えたとき青い円の面積は まあ半径かける半径かける π、まあ、つまり1かける1かける π ということで、まあ、面積はその円周率 π そのものになるとそして赤い正六角形は見ての通り青い円にすっぽり収まるのでその面積は π より小さいですねということで、まあ、その面積です実際に計算すると2.59807となって、まあ、円周率はその値よりかは大きいということは分かるとでこの頂点の数を増やしていって正二十四角形を考えてみると赤と青の面積かなり近くなって π は3.10582より大きいと分かりました。 まあという調子でですね正百角形とか正一番角形とかですね、まあ、どんどん調定数を増やしていけば円周、まあ、率の近似値、まあ、その精度がどんどん高まっていくわけなんですが、まあ、残念ながらこの方法ですねその円周率の真の値に近づくスピードがかなり遅くて、まあ、ちょっと使い物にならないんですね。まあ、ということで世界中の数学者はですね、まあ、長年にわたってまあこのいかに高速に円周率を求めるかということをまあチャレンジしてきまして、えー、例えば以前にも紹介したインドの天才ラマヌジャンはこうした式を考案したりしたんですね。 まあ本当意味不明な式なんですが、まあこの式を使うとですね、結構高速に円周率が求まったりするらしいんですけれども、まあそれ一旦置いておいてですね。まあというように円周率というのはとにかくビッグテーマなわけなんですが、そのビッグテーマに田中さんらは挑んでみました。え例えば、このようにですね、正多角形に内接する円を考えるんですけれども、円を一つではなく、ですね、隙間にも次々と円を生み込んでいって、それで多角形の面積と円の面積の和を比べるというアプローチだったりですね。 続いてはルーローの多角形というまあ、多角形の辺をぷくっと。まあ膨らましたような形状と多角形の面積を比較すると言ったりですね。まあ、これはこれで非常に興味深い方向なんですけれども、もまあ、残念ながらこうした工夫を施してもですね。まあ、なかなか高速に演習率を求められなかったそうです。まあ、しかし、ここでですね。研究は思わぬ方向に進みました。なかなか演習率では、あのもちろん、あの高校生なりに面白いなっていうことは出るんですけど、それ以上はしんどいなとは思ってたんです。でやってる。最中に。 正多角形が内節する場合一番大きいっていうのはなぜですかって聞かれたんですね。で僕はいや大学の,あの数学科に行って、まあ、大学1年生プラスアルファぐらいちゃんと勉強したら経理は証明できるんだけどっていう話をしているときにまあ彼らがなんか自分らでもできないかっていうことをちょっと言い出したんですね。で普通だったら大学になるまで待てっていうのが多い <laughs> 普通のアドバイスかもしれませんけど。 それならやれるかもしれないってちょっと思ったんですね、なんか。ほ、うんでちょ、ちょっとだけはヒントは出したんですけど、ただ、あの彼らはすあの、ちょっと僕らも思いつかないような方法まで持っていったんで。まあ、ということで,です、ね、円周率について研究する過程で、この円に内接する多角形の中で、なんで正多角形が面積最大になるんだろうということに疑問を持ったことがきっかけで、まあ、今回の快挙につながったそうです。 ういうことで前置きが長くなってしまいましたけれどもここからが本題ということで、まあ、そんな面積最大の定理を高校生たちはどのようにエレガントに証明したのかその内容についてお伝えしていきます、えー、ただこの動画でお伝えするのは、まあ、四角形とか六角形とか八角形とかですね偶数角形の時の証明のみ扱います というのも、ですね、論文では奇数角形も含むすべての多角形に対しての証明もまあ掲載されてはいるんですが、まあ、若干、大学で学ぶですね、あのイプシロンデルタ法とかっていう考え方に近いものが使われていましてちょっと高校生が理解するのは難しいそんな内容になっているんですね、まあ、一方、ですね、偶数角形の場合はもう完璧に高校生の知識だけで解けると証明できるということなので今からは偶数角形の場合の証明についてお伝えしていきますはい、では早速ですがその証明のポイントはこちらになります 2N 人がえ、つまり偶数人がそれぞれお金を持っていて、えー、以下の交互平均化を無限回繰り返したとき、全員の所持金が等しくなるというのが証明のポイントになってきます。まあ、これ、急に何の話をしているんやという感じかと思いますが、あの決して論文にこのお金がどうのこうのともいうのは書かれてないんですけれども、まあ、より馴染みやすいように、ですねあの論文に書かれている内容を、まあ、お金に置き換えて、まあ、分かりやすくお伝えしようということです。 でですねまあ、この内容が最終的な目標である、まあ、円に内接する多角形のうち正多角形が面積最大という定理の証明の最大のポイントとなってきますではこのお金の話について見ていきますが今ここに8人の人がいるとしてまる、あ、さんは350円丸二さんは450円などとです、ねまあ、それぞれお金を持っているとしますそこでまずこんな感じでまる、あ、さんと丸二さんでペア組んで、まあ、所持金を平均化、まあ、つまり足して2で割るということをすると 2人とも所持金は400円になりますね。同じようにして、3の人と4の人で平均化、5と6で平均化、7と8で平均化すると、まあ、それぞれの所持金はこの赤色で書いたように変化しますね。そして今度どうするかというと、隣同士なんだけど、先ほどとは別の人とペアを作って平均化します。つまり、2と3でペアを作って平均化、4と5でペア、6と7でペア、そしてまあ8についてはまあ右隣に1、3、丸1がいると考えて、 丸とペアを作って平均化しますすると青で書かれたような所持金になりますね。というようなですね赤のペアを作って平均化というのと青のペアを作って平均化というのを交互に無限回繰り返すとどうなるかというと実は全員の所持金が等しくなるんです。ほんまかいなと思うと思いますんで、まあ、ちょっとパソコン使ってですねシミュレーションしてみたいと思います。 はいこちらですねあの実際に赤の平均化、青の平均化を交互に行う、まあ、そんな、えー、プログラムになっているんですけれども、はいこんな感じで8人の所持金を棒グラフの高さで表現していますが、では、今からシミュレーション開始と。はいということで、ご覧の通り、もう操作回数10回ぐらいでも、ほぼみんな所持金同じとになることが分かったと思います。 ただ注意としててこれは何の証明にもなっていませんあの。たまたま最初みんな持っていたこのお金の組み合わせ的に、まあ、たまたまうまいことこうみんな同じ値になったというだけかもしれませんし、まあ、そもそも今回はですね、8人の場合考えてますけれども、果たしてこれがですね、100人の場合1万人の場合でも同じことが言えるかということは、まあ、全く何の証明にもなっていないということなのでこのお金に関する定理が成立するかどうかをですね、数学的に厳密に示す必要がありますそして高校生たちは見事にこれを証明しました まあ、一体どうやったかというと、えー、こちら、えー、分かりやすいように所持金を棒グラフで表現し、まあ、そしてあのよくお金に色がついてないとかって言われますけれども、まあ、分かりやすさのために、ですね1の人は赤いお金、2の人は青いお金を持っているなどとして考えます。そしてここがまずポイントなんですけれども、4回操作した後の状況を考えます。 まあいきなり無限回操作を繰り返すのではなくて、とりあえず4回操作、まあ、この4といはちなみに8の半分なんですけれども、4回操作した後この所持金どう変わるかということを調べてみると、まあ、こんな感じで、はいまあ、所持金額、もちろん変わるんですけれども、重要なのはこれです。はいでまあ、これ、どういう意味かというと、ですねこの赤いお金っていうのは、丸、ま、一、あ、さんがも最初に持っていたお金ですね。で、これ、4回操作繰り返した後に、この赤いお金がこう具体的に誰に何円分配されたか。 まあこれを求めるのはちょっと厳しい、計算がかなり大変になるんですけれども、一方で、最低でもみんなこれだけは行き渡ってますよという、この最低共通部分みたいなやつですね、それに関しては簡単に計算することができるんですね。それを今、これ、赤で表現しています。で、あの青のお金とか黄色のお金などについても、ですね同様にして、4回操作すれば最低でも全員これだけ行き渡っているという、最低共通部分を簡単に求められるんですね。で このカラフルな部分をまとめてピンクで表現しちゃいますが、まあ、要はこのピンクの部分を簡単に実は計算することができるということなんです。で、この後どうするかなんですけれども、あの個人的にはここがすごいうまいなと思ったんですけれども、えー、貯金箱を用意します。はい、あのこの後ももちろんですね、8人はお金を融通し合って、平均化の操作を繰り返すわけなんですけれども、あのピンクの部分、みんな同じ額持ってるんだったら、融通する意味ないじゃんと。じゃあ、ピンクのお金は 貯金箱に入れちゃおうよと。で、残った部分だけ、あと融通し合えばいいじゃんというような発想なんですね。いや、これ、非常にうまいなと思ったんですけれども、で、この残った灰色の部分に対して、また4回操作をすると、最低共通部分のピンクの部分が当然また出てきますね。で、そのピンクの部分を貯金箱に移して、そして残った部分だけに注目して、また4回操作を行う。 そして最低共通部分のピンクのところを貯金箱に移すというのを何度も繰り返すとですねこれ最終的には灰色の部分がゼロになってそして貯金箱には同じ額の全く同じ額のお金が積み上がっている、まあ、つまり全員の所持金が全く等しくなりますねという状況がまあ想像できるかと思います、えー、実際にこの流れはですね論文の中で数式を用いて厳密に議論されていまして、えー、見事に全員の所持金が等しくなるということを証明しているんです まあ今、8人の場合考えましたけれども、これがまあ100人でも1万人でも同じように、ですね、えー、数式を使って厳密に証明することができると、実際、論文の中では証明されているということなんですね。はい、でこのお金の定理を使えば、ですね最終目標の面積最大の定理を、ですねもうこれ、証明できたも同然なんですけれども、その前に一つだけ、ちょっと簡単な確認事項があります。えー、こちらですね、O は円の中心で、ABC はその円周上にありますと。 で、BC はこう動かないんですけれども、A はその円周上動きますと。そうしたとき、四角形 A、B、O、C の面積が最大となるのはどんなときでしょうかこれ、まあ数学得意な人は一瞬でわかるかと思うんですけれども、ヒントはこのようにして、まあ、四角形をですね、青と緑の三角形に分割すると分かりやすいです。あのそうすると何がわかるかというと、あの青の三角形って、この点 A がどう動こうが形変わんないんで、あの面積、不変ですね。 じゃあ、青は無視して緑だけ考えればいいですよね。これでだいぶシンプルになりました。まあ、では、緑の三角形の面積が最大となるのはどんな時かというと、まあ、こうですね。まあ、要は点 A が一番高いところに来た時、面積最大となりますよね。な、ま、ん、あ、でかというと、三角形の面積っていうのは底辺×高さ ÷2 で、あの底辺の、B、BC っていうのは一定なので、まあ、高さが最大となるときは面積最大ということで、まあ、こんな感じで点 A がこのまあてっぺんに来るとき。 これがまあ最大となるわけなんですけれども、まあ、この状況を、ね、今後のために別の言葉で表現すると、えー、こうなります、えー、各 AOB と各 AOC が等しくなるとき、まあ、つまりこの図で表された中心角が等しくなるとき面積が最大になりますねと言えますよね。 はいでこの事実とですねこのお金の定理があればもう準備完了ですでは最終目標のですね円に内接する多角形のうち正多角形が面積最大の定理を証明していきましょうはいここでは例として八角形の場合を見ていきますがこの八角形に対しまず何をするかというと中心角の交互平均化を繰り返すというようなことをします、まあ、これどういうことかというと、えー、こういうようなことをやります えー、例えばまあ上の方注目してもらって各 P1OP2 各 P2OP3 が等しくなるように、まあ、平均化するように点 P2 の位置を移動させると同じように P4P6P8 についても、まあ、中心角が等しくなるように移動させるとそうすると赤で囲まれた八角形が登場するわけなんですがここで重要な事実がありますこの平均化の操作を繰り返すことで面積大きくなってきますよね つまり黒で囲まれた最初の八角形よりもですね、平均化によって新たに作られた赤で囲まれた八角形の方が面積大きくなりますよねこれについてはここまでの知識で実はわかるはずです、まあ、いきなり全体を考えずですね、四角形 OP1P2P3 の面積がこれどう変化するかっていうのを考えるとこの黒の部分よりも赤の部分の方が大きくなりますよねなぜかというとこれっていうのはさっき考えた この問いと全く状況は同じですね。中心角が等しくなるとき、四角形の面積大きくなるよということでしたね。ということで、確かにこの四角形 OP1P2P3 っていうのは、中心角を平均化することによって面積は大きくなるということが分かると。同じようなことをですね、この中心角が三角の部分、四角の部分さ、えー、星の部分についても同じようなことが言えまして、ということで最終的に、 八角形の面積というのは平均化の操作を施すことによって面積が大きくなるということがわかるということですね。ということで最初の八角形、これ面積ちっちゃいのでより大きくなったこの赤の八角形について今後考えていきましょうとなります。じゃあこの赤の八角形について何をするかというと中心角の交互平均化ということで、まあ、今度はこの青で合わせた部分について中心角の平均化をとります、まあ、さっきとは違う相方でペアを作るということですね。 そうするとちょっと見えづらいんですが新しく青で囲まれた八角形が出来上がりますそうするとですね赤と青の八角形の面積を比べると、まあ、先ほどと全く同じ議論によって青の方が面積が大きくなりますということで今度は青の八角形について考えましょう、えー、というようにですね中心角を交互に平均化していくというのを繰り返していくとその操作のために面積がどんどん大きくなっていくというのがわかると思います そうしたときに中心角どうなりますでしょうか面積は大きくなりますけれど中心角はどうなるかというとこうなりますね。無限回操作した後中心角等しくなりますよね。これも皆さんもうわかるはずです。この状況っていうのはこのお金の定理と全く同じですね。つまりまあさっきはあのー、8人の人がいるよということを考えましたけれどもそうではなく 中心角 C 1、ー θ1、タ2という、まあ、中心角が8つある状況で赤の平均化と青の平均化を繰り返していったという状況とこれ全く同じですね。ということは中心角は最終的に等しくなるはずとつまりはそれはどういうことかというと中心角が等しくなるということは多角形は正多角形となるということを意味していますよね。ということですね操作をするたびに面積はどんどん大きくなっていってその終着点は何かというとそれは 中心角角すて等しいい正多角形でであるととうことです、まあ、つまりどんな多角形もですね正多角形より面積が大きくなることはないとすなわち円に内接する多角形のうち正多角形が面積が最大であるということが見事に証明されたということです。 はい。ということ、これ、すごいですよね。本当に大学の知識、一切不要で証明してしまったということです。でも、まあ、もちろん今回、八角形を図示して説明しましたけれども、すべての偶数角形に対して、この方法で証明することができています。論文でそれが実際に示されています。平均の取り方で、1個目、2個目、3個目、4個目みたいに組み合わせて、バーッと取っていくっていうやり方だったんですけど、こうそこまでにいろいろ、平均の取り方をいろいろ試してて、 例えば、その、1個目、2個目取って、次2個目、3個目取って、みたいな、っていう、なんかこう、失敗がいろいろあった上で、最終的にあれでうまくいったっていう感じなんで、個人的には、こう、その部分、平均の取り方っていうのは、うまくいったなって。高校生とか、あの、専門家が考えないようなこと考えるんで <laughs>、あの、そういう意味では、あの、高校生と組んで研究するって面白いですよ。 はいまあ、こうしたです、ね、高校生がまあ新たな画期的なまあ発見をしたというニュースを聞くとです、ね、まあ、すごい天才の高校生がいるもんだなと、まあ、ちょっと自分にはもう無理な話で、もう全然違う世界だなと思う方が大半かと思うんですけれども、まあ、そうした考えは間違っているんじゃないかと、えー、宮平先生は主張します最後に言いたいのは、日本ではやっぱりね、数学の研究とかいうと、あのもう天才的な人だけがやるって思われてるんですよね。 で僕はあの田中君たちの論文もあるんですけど、今までにも、まあ、高校生で一緒に論文を書いたことあるんですけど、あのそういう人たちがみんな秀才じゃないんで、秀才になることはすごく有利なんですけど、あのそうじゃなくても、なんかいいものを持ってる人たちがいっぱいいるんで、で特に特にき言ったように、あのチームを組むと秀才とちょっと変なやつといろんな人組み合わせると、あのいろんなことができるんですね。だからまあ これからの日本ってあのよく年下天才が欲しいって言うんだけどあの年下天才も欲しいし秀才も欲しいけど、えー、そうじゃない人もうまく個性活かせると結構研究できると僕はあの信じてるし実際今までそんなんでやれてきたんでそれはあのなんかこう特殊な人にだけ許されてる世界じゃないんだっていうのはあの分かってほしいですね。 あのまあ数学好きなんだけれども、ちょっと試験解くと点数悪くてですね苦手意識があるという人、結構いるんじゃないでしょうか。ただ、そんな人もぜひ数学の世界に飛び込んでほしいというメッセージでした。数学が好きという気持ちとですね知的好奇心があれば、いい成果、いい研究ができるはずだというメッセージでした。ちなみに田中さんは、将来数学者になりたい、数学の研究を続けていきたいと語っていました以上理系通信でした。 最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします